足利元氏像、足利元氏は南北朝時代の武将。初代鎌倉久保兵二22年、常時6年4月26日。後の古学坊の家系の祖でもある。室町幕府初代将軍、足利高氏の四男で、母は、性質の赤橋高子。足利将軍家の内紛から発展した、感動の情乱が起こると、父高氏は、 鎌倉にいた着難でも当時の兄吉明に、直将軍として政務を担当させるため京都へ呼び戻し、昭平四年、上和五年に次男である元氏を鎌倉公保として下校させ、鎌倉府として機能させる。この折、幼い元氏を補佐した出事の一人に、上杉範明がいた。鎌倉旧代後期によれば、元氏は約六年間もの長期間、 南朝方との戦闘のため鎌倉を離れて、入間川沿いに在人したことから、入間川殿と呼ばれ、その館は入間川五人と称された。父の死後、南朝方の新田義雄を滅ぼすとともに、昌平16年、公安元年には、事として、元氏を補佐していた、畠山国清と対立した、家臣団から国清の悲鳴を求められた結果、 抵抗した国記を打つに至る。公認には一時公衆を用いるが、昭平18年、常時2年6月、越後にいた上杉の明を関東官令として鎌倉に呼び寄せる。この頃、元氏は兄の吉明と諮り、父を助けて、越後、上野守護を拝命していた、宇都宮氏綱に隠れて、密かに越後守護職をの明に与えていたとみられる。 この動きに激怒し、範明を上野で迎撃しようとした、宇治綱の家臣で、上野守護大の羽賀前家を、元氏は、武蔵国林屋で撃退した上、宇都宮征伐に向かう。途中の小山で、小山義政の仲介のもと、宇治つの釈明を受け入れて、鎌倉に戻り、公式に宇治綱から上野、越後の守護職を剥奪して、範明に与え、関東における、 足利家の勢力を固める。また、無双祖先の弟子である義道修身を鎌倉へ招き、御参文学や禅の普及を奨励するなど、鎌倉引いては、関東の文化の交流にも努めた。昌平22年、常時6年に死去、去年28。死因は、はしかと伝わる。南太平記は自殺の可能性をほのめかすが、あくまで伝聞で、 真相は分からないとしている。同年12月7日には兄吉明も亡くなっている。元氏の子孫である鎌倉久保系統の足利家の一つは、江戸時代には、キツ川家として、一万国に満たない、小六ながら十万国各の大名になる。明治時代には家族に列せられ、名字を足利に服して存続している。東松山市岩戸のあざゆ面には、岩戸の山合戦の折、 元氏が陣を置いたとされる館の跡が残っている。説話集、千里塚物語においても当時は、武勇の誉れ高く慈悲深い人物、正直者で和歌のたし並みもあると評されている。また、美食家でもあり千里塚物語では、元氏と料理人とのエピソードも掲載している。それによると、元氏が取り寄せた船を厚物にするように料理人に命じたところ、 船の裏半面が十分焼けておらず生のままであった。これに激怒した元氏は料理人の不注意への失態で、あると厳しく急断し、料理人に裸のまま縁側で正座するように処罰を下し、高刈りに出かけた。だが元氏が帰宅すると、料理人はまだ裸のまま縁側にひざまずいていた。実は、執事の配慮で、元氏が留守の間は料理人は着衣することを許されていた。 しかし、一日中裸で正座していたと思い込んだ。元字は一時の劇場であまりに厳しすぎる処分を下してしまったと自分の行いを恥じたという。還元、ことに将に強く関心を示し、これをたしなむ人物であったと考えられる。1353年、南朝に対抗するために、入間川に軍を進め陣取っていた際、豊原誠明を招き、将を彼から教わったという。 さらに豊原信明も招いて、彼から、秘曲を伝授された。秘曲を伝授してくれた恩賞として、元氏は信明に対し、武蔵国に所領を与え、褒美としている。宗教面においては、義道修身に帰えし、深く信仰していた。1362年、元氏は、相模国北深沢省の荘園を、義道のために寄進している。また同年、元氏は、 入間川に在陣中でありながら、義道のために鎌倉までを赴き、鎌倉随仙寺の一覧亭にて花見を催している。同年の冬、元氏が鎌倉へ帰還すると、義道は元氏のために捧ぐ喜びの歌を読んでいる。義道は、自らの日記に、自分と元氏は立場の違いなどを考慮せず、友人のように水魚の交わりをしてきた、と綴っている。 霊勢ためひであてに書かれたと推測される元氏の手紙が存在しており、それによると霊勢家から角を教わっていたようである。新潜在は歌集に五種、新州い和歌集に八種、新五い和歌集に三種、新属古今和歌集に一種の歌がそれぞれ収録されている。このようにその教養は非常に深く広い分野にわたって趣味を足しなんだと伝わっているが、 軌道修身によれば、田楽だけは、聖道の妨げになるという理由で全く、たしなまなかったとされる。元氏は、臨在州に深く帰依し、関東各地に寺院を建立したが、とりわけ、鎌倉市の随仙寺が有名である。また関東への赴任以前に、若さに領地があり、大井軍の青里に前期と同盟の随仙寺を、建立している。現在はなお大政寺と改め、 この地方の名刹として続いている。日付イコール旧歴、畠山国清の老いで後に、河内畠山氏の当主となる、畠山元国は、元氏より返気を受けて名乗ったものとされる。元国は、将軍、足利義満時代の官僚に就任するなど、上方での活動の方が知られる人物であるが、当時の畠山氏は常実のように国清が、関東出事であり、その、 妹政経二が元氏の性質になっているなど、鎌倉夫との結びつきが強かった。戦国時代中期、元氏から六代目の子孫にあたる古学冒頭主の足利高氏は、時の将軍、足利義高の変期と関東、足利氏の通じである、氏より、孔氏と名乗っていたが、初代将軍、足利高氏の署名と追ってしまうことから、 あとに、初代鎌倉久保であるも当時から一時を取り、高本と改めている。ありがとうございます。